ガーシーシ議員×鈴木宗男議員が場外乱闘、議員資格失う可能性もある中、俺を辞めさせられるのは宗男ハウスやない、余計なこと言う前に立場考えて、国会欠席が続くガーシー議員の処分が2月22日に決まる見通しになった。今後、除名もあるのだろうか。ガーシーシり、場外乱闘。 2022年の初当選から国会に一度も来ていないガーシー参議院議員の新たな言動が注目を集めているその矛先は自らの処分を議論している懲罰委員会の委員長鈴木宗男氏ガーシー議員のインスタグラムより俺を辞めさせられるのは宗男ハウスやなく俺に票を入れてくれた有権者だけやと鈴木宗男議員 色々言ってくれることは私は私ありがたいと思っておりますただ、挑発に乗ったら私も同じレベルになりますので場外乱闘の気配も漂う中、2月16日、ガーシー氏の処分をめぐって懲罰委員会の理事懇談会が開かれたこの中で懲罰案を決める委員会を21日に開催することを決定。 翌日22日の参議院本会議で処分が議決される見通しだ処分は今のところ4段階の内下から2番目の議場での陳謝になる見通しだという仮にこの処分が決まると陳謝のための本会議の日取りが設定され懲罰委員会が作成した陳謝文小川ー氏,氏が読み上げることになる しかし、この処分を受け入れず欠席が続いた場合、改めて懲罰委員会が開かれ、最も重い除名処分が下される可能性もある。その場合、ガーシー氏は議員の資格を失うことになる。胸を氏、議員として国会に登院すべき、外堀を埋められつつあるガーシー氏。NHK 党、ガーシー参院議員、3月上旬。 お前らに会いに帰るから。俺は日本に帰ります。堂々と凱旋します。1月のインスタライブでこう話したものの、帰国の見通しは不透明なまま。一方で、欠席への批判をかわすためなのか、ある行動を起こしたことが分かった。国会議員に認められた権利の一つである質問主意書を提出。 国政にに関すするる質問を質問問をでで行いい本が受理されている国会議員としての仕事ぶりをアピールする一方懲罰委員長の胸押しに対しては挑発するような発言をしているガーシー議員のインスタグラムよりこんなしょぼくれたジジイに参議院議員にしてもろたんちゃうわ勘違いすな 党委員会はこうした発言を受け、FNN は2月16日、宗男氏を単独取材。ガーシー氏の挑発を受け流す姿勢を見せた。鈴木宗男議員。挑発に乗ったら私も同じレベルになりますので、私はここはじっと受け止めてればいいと思います。 ガーシーシ氏は鈴木宗男という存在をそれなりに判断しているわけでありますから、私はありがたいと思っているんです。返す刀でガーシー氏に対して、議員として国会に登院すべきと訴える。